私はエリック・ハミルトンなんですけれども、今アジアのブースの方にいまして、今回 NAB の2009年ので発表されたアジアの新製品キープロを説明したいと思います。キープロはこの下の方に ある箱なんですけれども、これも簡単で説明しますと、アップルのプロレズというコデックを利用して、どんなカメラでも HDSDI でも HDMI でもコンポーネントでもカメラの方から直接この箱の方に接続しますと、プロレズでネイティブのプロレズで収録ができるような機械です。簡単で説明しますと、この後ろの方を回して説明しますと、こっちの方のポートの方は HDMI の入出力も入ってまして、 SDI のもあります。コンポーネントも確認並んであって、コンポーゼットの出力の方もあります。僕の方に接続し、カメラの方から直接接続しますと、収録してる際にそのままこの箱の方にプロレスの方にエンコーディングされて、上のハードディスクもしくはエクスプレスカードの方で保存することは可能になっています。アジアの製品で中にはアップコン、ダウンコン、クロスコンも可能になってますので、いわゆるSD のカメラが ある方は、SDI のポートの方から出して こっちに入ってくる段階で HD の方にアップコンすることも可能になっています。逆の方も可能になってますので、例えば HD のカメラの方で何かの理由で SD の方で収録したい場合はそれも可能になっています。収録の方が終わった段階で何をすればいいかというと、ここのイジェクトボタンを押しまして、ハードディスクがあります。これがファイアワーの800の方ついてますので、そのまんまマッキントッシュのシステムに接続しますと、すぐにファイナルカットの方でプロレスのネイティブファイルで編集することが可能になっています。ハードディスクの方は 250GB の方がついてますので、もう十分 2時間ぐらいの収録が可能になっています。あとはもう本当にタフなところとか、もう振動の方が激しいところであれば SSD ドライブの方もオプションで販売されています。本当にアジアの製品の中でこれも本当に完全に新ラインナップのものになってますので、これからどんどんこういうような製品の方を出していくと思います。価格の方なんですけれども、US のメーカー希望価格の方は$3,995です。で、日本の価格の方はもう近日発表する予定になっています。